はい、皆さんどうも、おはつです。赤や赤しややかしのパート14ですかね、始めていきたいと思います。前回は、3人と、ひなちゃんでね、とうこくんちに、まあ、帰宅するっていうのと、あれですね、確かとうちか、秋吉だっけ、そう、秋吉くんのお父さんとか出てきて、で、そうですね、佐藤さんと、巫女様がね、なんかこういろいろ喋ってたって感じなんで、いろいろなんかこう裏でみんななんかやってるって感じですね。じゃあ今回も始めていきます。あと黒狐は寝起きですかね。おはようございます。おはようございます。あー眠たく、毎朝掃除すんのはいいけど、どうしてこう毎日同じとこにゴミがあるんだよっつう。同じとこにゴミがある、誰かが捨ててんの。あ、おはよう黒狐。おはようゆえくん。おおはようって、うん、どうした、どうしたの、急に止まって、うん、どうしたの、ゆえお前起きてるのか。ああ、それにビビってんの。うん、なんか目が覚めちゃって。今日も天気いいね。早起きすぎてびっくりしたってこと。マジで？朝日が昇ってから日が傾き始めるまでほっとけば何時間でも寝るお前が自分一人で起きてたのが。それ言い過ぎじゃない。まあ、言い過ぎじゃないんだろうけど。そんなに驚かないでよ。俺だって普通に起きたりするよ。今まで一度でもそんな日があったかよ。やべ、今日絶対なんか起きる。いや、雪が降る、矢が降る、天変地異が来る。まあ天変地異はもしかしたらあるかもしれんから、シャレにならん気もするが。なんか昨日の熱下がってから体が軽いんだ。調子いいみたい。ほう、本当か？本当の本当にお前ゆえか。疑いたくなる気持ちもわかる、相手もない。うん、当たり前でしょうが。それよりもさ、朝ごはんまだかな？すごくお腹空いてるんだよね、いつものことだけど。まあ、昨日の夜も飯食ったかどうかもあれだったしね、お風呂入ってだったから。朝ちゃんと起きた上に面倒くさがらずに飯を食いたがるゆえ。絶対なんかおかしいぜ。もしかしてまだ熱下がってないんじゃ。あ、3人来た。何バカなこと言ってるの、黒狐、水仙さんと、キモン君と。ゆえがせっかく元気になったんだよ。もっと喜びなよ。全部カタカナ。あれ、金魚たち、おはよう。おはよう、ゆえ。玉露くんですね。今日は調子いいんだね。うん、なんか珍しく。ふふふ、朝目がパッチリ開いてるゆえ、初めて見たよ。すげえな。へへへ、そんなにちゃんと起きれないんだね。本当に調子いいのか、それとも何かあったのか。まあそうだよね、逆に。ち、俺だって素直に喜びてえよ。だけどやっぱなんかおかしくね。なるほどね。何を一人でブツブツ言っている、邪魔だ。ランチョウくん、おはようございます。どけ、朝毛の支度をするぞ。おう、ランチュウ、朝から神器臭い顔をするんじゃないけどよ。心配なら貴様がちゃんと見ていて差し上げればいいだけのことだろう。まあな、何を悩む必要がある。黒狐が頼りってことだな。まったく貴様はバカだな。いいから支度を手伝ってくれ。ランジュー君もなんだかんだで言っても黒狐のこと信頼してんだね。おう、よし、俺今日は飯いつもの倍をするぜ。めっちゃ炊かなきゃ。で、自分の分から要するな、バカ者。まったく。やれやれ。ああ、ともりさん、どうも。おはようございます。黒月でも元気になったな。ともり。ランチュウのおかげだ。やつが心機臭いのが鬱陶しかっただけだ。まったく、ゆえ様のことになると、途端にああなるのだから。なるほどね。いつものうるさいのじゃないと調子が来る。いいですね。自分も食べていっていいか。もうみんな素直じゃない。ああ、もちろんだ。ともりさんは素直だけど。今日も日の晩お疲れ様。明かりの晩かな。
トモリ？トモリくんもそういえば火ってつくけど、いやだからってさすがに東郷くんとかとは関係ないよね。ランチューは何か気づかなかったか？ん？何がだ？いや、何もなかったら、何もなかったならいい。昨夜、主様の明かりに何かあったのか？黒狐の不安になる気持ちが自分もわからなくはない。最近物騒ですからね、何かと。そうなのか。なんか殺人犯どうのとか言ってるぐらいだからね。主様ももう知っているから、心配はないと思うが。何を？あ、火のこと？そうか。余計な心配をかけた、すまない。いや、そんなことはない。どうした？だが本当に何か起きているんだな。身の回りのことがちょっとずつ変化していくのは期待と不安でいっぱいですよね。黒狐、ご飯山盛りすぎだよ。食べすぎだよ、太るよ。絶対みんな食っても太んない体質だよね。何言ってんだ、これはゆえの分。ほら、ちゃんと食えよ。あはは、こんなにいらない。マジです。いや、いい朝ですね、みんな。笑って。うわぁ。さて、出かけるまでどうしようかな。ご飯食べるとやっぱり眠いかも。お。あー、これどうしよっかね。寝ちゃおうって言ったら誰か来たりするんかな。それはそれで気になるな。みんなに会いに行くよ。だったら多分おそらく、まあ、選ぶ画面ですよね。寝ちゃってみるか。行きますね、寝ちゃおうって。寝ちゃおう。うん、やっぱり寝ちゃおう。昼寝しておかないと体力持たないもんね。じゃあおやすみなさい。でもゆえくんが寝ると大体地震が今のところ起きてた気がするけど、どうだ。あ、なんもねえか。これ別ね。あ、ゆえ、お前何ちゃっかり寝ようとしてんだよ。あれ、これ別ね。やだな、寝ようとなんてしてないよ。あはは、嘘でしょ。嘘ついてるよ、それ。嘘つけ。今絶対にちょっと寝たいなとか考えただろ。ったく、そんなことないないって。まあ確かにいつもなら寝るところだけど。じゃあ何しようってんだよここで。うん、あれ、選択肢が続きますね。どうすっか。イゴイゴルーが見る。黒ギツネと遊ぶ。あ、何して遊ぶんだろう。あんま気になるな。でもちょっとイゴイゴルーじゃねえや、イゴイゴリサイクルだ。すいません、ルーが違いますね。ちょっとテレビ見ますね。せっかくだからテレビでも見ようか。あー、テレビ？この時間あんま面白いのやってねえぜ。あ、やってないんだ、ごめんなさい。まあいいけど。けど黒狐の大好きなイゴイゴリサイクルってこの時間再放送してなかったっけ？お？そういえば確かにしてるな。お、見れる？あんだゆえ、お前もたまにはいいこと言うじゃないか。これたまにはってこう書くのか。やっとイゴイゴの良さがお前にも分かったか。そういうわけでもないけど、まあたまにはね。お、来ますね。あ、来ないかな。どうだろう。あー、何その、あーって。じゃあまた調子悪いのかよ。そういう時はあ、チョップですね。45度からのチョップ。おい、治るよ。おい、最近ほんと調子悪いね。あー、佐藤様がいれば一発なんだけどな。バシッと気合で直してくれるのに、マジでぶっ叩いてんじゃないの。俺たちが叩いても全然治らないもんね。やっぱブラウン管は叩くよね。多分ブラウン管持ってた、持ってるっていうか、まあ人たちならもう絶対叩いてると思うんだよな、ね、映りが悪かったら。佐藤さんだと一撃なのに。あの人なんかツボを心得てるんだよな、このテレビの。なんかさらっと意味わかんないこと言うよね、黒岸でも。いや、わかるぞ、それは。ああ、イゴイゴの再放送見たかったな。見れねえか、テレビ。まあしょうがないよ。再放送なんだし、明日でもいいじゃない。けどさ、リコさん見たかったな。見てるとなんか尻尾がうずうずすんだよ、あの人。なぜ？飼い主？は？何言ってんだよ。なんで飼い主？いや別に。でもなんか似てるんだよな、声とか喋り方とか。似てる？誰に？で誰に？お前の知らねえやつだよ。誰？気になる。顔しちゃってどうした。ちょっとこの無言は、しかしどうすっかな。
このままこのザーザー言ってんのを見ててもしょうがねえしなって。ん？何？今日は本当に眠くないんだな。やっぱそういうこと言うと思った。ちょっと、うん、いつもならとっくに寝てるとこだと思うけど今日は平気。そうかよ、よかったな。ああ、俺が昼寝したくなってきたぜ。寝る。アルマ、え、黒狐？おーい。うん、そんなに似てるかな。俺にもよくわかんないけど、けど、ちょっとわかる気がしなくもないかな。え、ゆえくんは、その、黒狐のなんつうか、元の、なんつうの、あ、主人みたいなの知ってるの？それとも自分のこと？どうなの？じゃあ、そろそろもう今日も行くか。いやー、行きまーす。町におります。うん、二人ともがもう学校終わってるかな。さあな、とりあえず今日はまず最初に行ってみようぜ。うん、そうだね。ま、いい加減あいつらもそろそろ懐いてきただろ。どう？懐いてきただろって。けどお前本当に今日は全然寝てねえだろ。大丈夫か？平気だって。たまにはそういう日もあるよ。ちゃんと夜は寝てたし。とか言って途中でまた倒れられてもめんどくせえしな。大丈夫だって。多分別の人が倒れてるせいだから。え？は？どういう意味だそりゃ。ううん、なんでもない。なんでゆえくんまでそんな。でも今日は消費量が一人分なんだよね、きっと。ん？は？ごめんの？わけのわかんねえことをブツブツ言ってんじゃねえよ。いやいや、とにかく大丈夫だから行こう。ならいいけどよ、具合悪くなったらちゃんと言えよ。はーい、じゃあ行ってきます。なるほどな。こうゆえくんだけに言えよ的なね、そういうノリですよね、きっと。どうしたんですか美子様。そんな佐藤ゆえたちはもう行ったのか。はい、止めた方がよろしかったですかな。なんで止めるの。いや別に構わぬ。昨夜からご気分が優れぬようですな。うん、なんでもないと言っている。さようですか。では私はこれで。かっこいいな佐藤さん。どこへ行く。しもべたちからの情報だけでは事態の把握に限界がありますので私も出かけてまいります。しもべ？誰？あの3匹の金魚しもべってわけじゃないよね。わかんないけど、どうやら祭りの支度、あ、始末がきちんとなされていないようですね。祭りの始末？どういう意味じゃ。うん、ざれ事です。なぜみんなこう言ってはこうちらつかせて無言決め込むみたいな。もう教えてよ。昨夜からいつもは近くにあるお前の気配が気迫にしか感じられぬ。え？そのせいでわしは心細くてかなわぬ。かわいそう、まったく心配ばかりかけおって。バカな子じゃ。シン、誰誰だシン。お、来ましたね。お、早速学校しかないですね、ここは。今日はじゃあ学校行きますかね。はい、器高校行ってきます。お、いい BGM。 わあ、出た鈴木くんだ。うん、どうしようどうしよう。そっちの毛がある人だ。まさかこんなことになるなんて。やっぱり僕も行こうかな。でも行ってどうすると言われても。どうしたん。っていうかまだ椿に渡すノート用意してないし。けど椿のピンチなのにノートなんて用意してる場合じゃ。ピンチなの。でももうすぐ試験だし今日のノートはとっても重要だって。あーバカ、椿とノートとどっちが大事なんだよ僕。あーどうしよう、困ったぞ。どうしよう。どうしたん椿くん、何かあったんか。あーやっぱりもう人影少ないね。二人とも帰っちゃったかな。ちっ、これだから学校ってのはよ、日によって終わる時間違うんだもんな。時間割りまでチェックできねえって。どうする、今日もひとまず待つか、探しに行くか。別に俺たちは、俺はどっちもいいぜ。お前が決めろよ。え、そう？どうしようかな。あ、いましたね。どうしよう。
どうしよう、うん、どうしよう、どうしよう、こうしよう、うん、どうしようって言ってる人が隣にいる、どうしよう。あん？ほっとけよそんなの。けどどうしよう、やっぱり僕にはあいつを止められる気がしない。無力な僕を許して椿。あいつ、あれか、トチカ君、秋吉がなんかしたんかな。え、今椿って言った？誰、君、君椿と知り合いなの？もしかして椿が今どこにいるのか知ってる？君こそ誰だよ。椿の知り合い？うん、椿の友達なんだけど、多分椿もう帰っちゃったのかな。帰ったっていうか連れ去られたんだけど。連れ去られた？うん、でも僕にはどうすることもできず、ただ黙って見ていることしか。くっ、屈した。連れ去られたって一体誰に？うん、ねえ君、お願いだよ。椿の友達なら椿を探して助けてほしいんだ。誰かは言わないんかい？きっとこの町のどこかにはいるはずだから。うん、それは分かったけど、一体誰に連れ去られたの？危ないやつだから一体何されるか分からないんだ。名前を言いなさい。僕も椿に届けるノート用意したらすぐに探すから。そうと決まったら急がなきゃ。じゃあよろしく頼んだよ。誰かを教えてくれと言ってるんだよ。まったく頼まれちゃった。なんかよく分かんねえけど、とりあえずもうここには いないってことだろ。ここを探してみようぜ。もともとそのつもりだったんだし。それに本当にあのガキがさらわれたっていうならちょっと危ないぜ。え？相変わらずだな。簡単にさらわれやがってよ、ダックよ。うん、それどういうこと？行けばわかるよ。俺の想像が当たってないことを祈るばかりだけどな。何それ、なんかよくわかんないけど、椿のピンチなら探さないとね。何があったんだろうな。おー、ああ、じゃあこっからまた探すのか。へえ。おー、午前2時、踏切にすすきの原。あ、ここ地震の起きてる場所じゃん。電池があるとこ。東郷の家、秋吉の家。なんでここだけすごい勢いついてんの。で、あ、石段があるとこ。あとサウザンドマートね。じゃあ時間もちょうどいいぐらいなんで、今日の、あ、今回のパートはここで終わりにしますかね。ってわけでね、また、え、待って、なんか冷蔵庫からすげえ気持ち悪い足出てるよ。なんかタコのほら足みたいな、イカ、気持ち悪いな。まあそれはさておいて、今回のパートはここで終わらせてもらいます。よかったら次も見てやってくださいね。じゃあ次の夜でお会いしましょう。さよなら。